新型コロナの難で今日は関西福祉大学の勝田教授に聞きました番組にこんなメールをいただきましたまずは左側「ワクチン接種後車を運転してもいいの?ま」あ、現役世代へのワクチン接種が広がっているのでこういった疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか先生の答え「基本的には問題なし」でした数時間後に副反応が出ることもあるので まあ買い物したり寄り道したりせずにできるだけ最短距離で運転するなら家に帰ってほしいこれが先生がおっしゃっていることでしたそしてこんな質問もありましたワクチン接種した後にお酒を飲んでもいいのか先生の答えです基本的には飲まない方がいい方が一方で先生はすごく正直にですね本当は一杯くらいならいいけどとおっしゃっていましたが一杯飲むとそこでやめられなくて。 また2杯3杯と飲む人も多いのではないかと。私みたいなタイプも多いのではないかと。ですので、基本的には飲まない方がいい。これが先生がお勧めしていることです。皆さんぜひ参考にしてみてください。以上、新型コロナのなんででした。